はい、えっ、ー、と、ハロー YouTube、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日が10月の31日、2022年の10月の31日が今、終わったんですけど、11月になりましたね。えー、また今年も、お今年もまた終わるのかっていう風にね、まあ、早いっていうか、もう慣れましたよね。いい加減生きてたら。ということで、ちょっと、氷結無糖レモン、飲みます。 で最近新発売の「氷結無糖グレープフルーツ」これ美味しいですねめちゃくちゃあの人気らしいですはい、えー、ということで乾杯うんあの目まぐるしくね日々が過ぎていってるわけなんですけど今の、えー、現代人って 何調べかわかんないですけど弥生時代の人間の一生分の情報を一日で得てて江戸時代の人の一年,年分の情報を一日で得てるぐらいそんぐらいの情報量をね一日に浴びてるらしいんですよね得てるらしいんですよね。うん まあおそらくやっぱりスマホのスマホが普及したことによってこうポチポチすることによっていろんな情報が入ってくる、まあ、そして街歩いててもまあいろんなアナウンス聞こえてくるじゃないですか、まあ、テレビもそうですけどねまあ音とかまあいろいろ、うん、人もたくさんいるしね、まあ、それを考えると昔はどんだけシンプルで生活していってたかっていうふうにもね置き換えられるとは思っております それで便利さゆえにね不自由になってる便利さゆえにストレス溜まってるっていうのもね実際問題起こってると思いますしまあ僕自身も気抜くとやっぱそうなっちゃうんですよね何ですかね便利さ追求した結果はストレス溜まって本末転倒というかねマッチポンプじゃない,ないですけどそういうところを体現してる現代人なんかなっていうふうにも思います従って うまいことね、この現代という世界観、まあ、世界観に乗っかっていかないと、逆に不幸になっていくっていうのもね、えー、たくさんあると思います。まあ、現にその日本ってこうなんか GDP っていう経済発展率みたいなやつが高いらしいんですよね。うん。まあ、先進国でばいでて、今残念ながらちょっと落ちてきちゃってるっぽいんですけど、その。 物価のこととか？それで日本人って発展率も高いし、その今現在の若い人たちの犯罪率でどんどん減ってるらしいんですよね。今犯罪してる人って誰かって言うと、ちょっと上の世代の人らしいんですよね。でもそれもなんかわかるわと。どんどんあの進化成長して。今令和4年ですけど、そうなっていくにつれてまあ、日本という国が。 まあもう発展しまあまあしてるし、まあ、満たされてるとは思うんですよね満たされてるだから経済発展率高いという風に言われててでも昔の人ってそれを支えてくれた人っていうのかなうんだからこそ追いつけ追い越せみたいな精神でちょっと焦りとかね心に欠乏感があるのかなそこから犯罪に走っているとで若い世代の人たちって基本 今ミニマリストとかも流行ってますし、まあ、別に車欲しくねえしとかあれも欲しくないしこれも欲しくないもう最終なんか彼女恋人すら欲しくないみたいな、えー、話も聞いたりするわけなんですけど、まあ、結局欲しいのは経験が欲しいみたいなことを言ってて物じゃなくて経験だ経験が欲しいんだという話すごくわかります。んで残念なががら、えー、今の話の話流れで日本人がそういうい 家庭をたどっていってるんですけど、自殺率も多いらしいんですよね。うん、経済発展率 gdp 幸せそうに見えるんですけど、蓋を開けたら中身覗いたらなんかそうじゃないらしいんですよね。うんまあ、それって何なんだろう？っていう風に考えたり。 した時に、まあ、日本人の国民性とかももあるかもしれないですら、ねまあ、村八部とかもそうなんですけど出る杭は打たれるようなことをしたら本当に打ってかかるんですよね。あ同調圧力かな、うんそうやね。一部をみんなで多数決で叩いていくっていうのが国民性的にある、うん、それはあるらしいっていうか僕も感じてますね。うん、でそれをどんどん払拭していくとは思うんですけどまだあるんですよね。それがゆえに多分 生きづらい国でもあるんかなという,ふうにはちょっと思っ思てます今ね今になって例えば僕の好きな、えー、堀江貴文さん堀江衛門さんとか,とかが、まあ、出る杭になれとかあるし、まあ、結局出る杭になった方がね今の世界、えー、世の中だと、えー、日本だと生きやすくなるとは思うんですよね。 人、昔前だったら確かに辛かったし、それは避けられなかったと思うんですよね。出る杭になったら確かに叩かれてた。今それがまあ分岐点じゃないですけど、本当にもう出る杭がまあ力を持って、出る杭がも、えー、てはやされてっていうね、えー、そういう時代になってきたんだなっていうふうにも。 風にも思ってます、まあいい時代になったなというふうには思いますねちょっと一昔前だったらそれが通用しなかったから悲しい思いした人はたくさんいると思いますだからこそ今ね昔なんかやりたいって思ってた人は SNS 例えば僕みたいにこう YouTube で発信するとかやったらまあ単純に楽しいと思いますし気持ちがいいとも思ってますあの動画ねもっと上げたいんですけどあのストックも もう正直あるんですよねちょっとそれがね、なかなか出されてない。それはひとえに年末が忙しいからであると。でも忙しいっていうのはちょっと僕からしたら言い訳なんでね、やりたいことを忙しさと、えー、当てはめて、えー、できませんでしたっていうのはね、ちょっと嫌なんですよね。うん、だからちょっとね、もっと頑張っていきたいと思います。楽しいことなんでね、えー、頑張れるんで、えー、ちょっとこのお酒飲みながら、もういい 思いに吹け込んだりしてみます。はい。ということで、現場から以上です。ありがとうございました。